こんにちは、カラーズです。夏休みもあっという間に終わりに近づいてまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。夏休みが終わったら待ちに待った運動会という学校も多いのではないでしょうか。まあ、最近は5月6月に行う学校も増えてきたんですけれども、まだまだ9月10月行う学校も多いと思います。運動会といえばやっぱり写真撮影、ビデオ撮影をされる保護者の皆様多いかと思います。本日は運動会撮影の時に持っていった方が良いもの、準備しておいた方が良いものについてご紹介したいと思います。こちら今ここに並んでいるものができれば持っていった方が良いものたちをピックアップしてまいりました。他にもあったらいいものって山ほどあるんですけど、全部持っていくと大荷物になってしまうので、今日は最低限これあれば嬉しいなっていうものをピックアップしてまいりました。で、順番に説明していきたいと思います。まず三脚ですね、はい、三脚持っていく時の注意点なんですけど、学校によっては邪魔になってしまう、怪我につながるという理由から三脚の持ち込みは NG というところもあります。なので三脚を持っていってしっかり撮影したいという方は一度学校に確認をしてみた方が良いかもしれません。で、続いてこちらカメラですね。これがないと撮影できませんので忘れずに持っていってください。で、先ほど言った三脚ですねを持って行って撮影をする場合に絶対に忘れてはいけないもの、それが今このカメラの底についているこの四角いパーツあります。これ船って言うんですけど、何に使うの、まあ、知ってる方多いと思うんですが、三脚とカメラをこうつなぐためのパーツです。この船がないと三脚にカメラを取り付けられないんですね、はい、で結構ちっちゃいパーツなのでなくしがちなんですよ。で、私なんかは割とすぐなくしてしまうんで、もうずっとカメラにつけっぱなしにしちゃってます。で、例えば同じ三脚でこのビデオカメラ使ってこっちのカメラ使ってってやる方もいらっしゃると思うんですけど、その場合はもう三脚につけたまましまっておいた方が良いと思います。別々にしまっておくと絶対なくしますので、それはご注意ください。で、カメラを使うとき必ずバッテリーが必要になります。バッテリーも忘れずにご準備ください。で、バッテリーなんですけど、よくありがちなのが、この前使ったとき充電したから大丈夫でしょって言って充電しないパターンが意外と多くあります。で、いざ使ってみたら充電が 30% くらいしかなくて30分くらいしか回せなかったと、意外と多くあります。なのでもう前に充電したからいいやっていう方も、必ず運動会の前日または前々日にもう一度充電の確認をしてください。で、バッテリーの予備がある方は合わせてそちらも充電をして必ず持っていってください。正直運動会の撮影ってどれくらいするかわからないので、自分のお子さんだけ撮る場合はそんなに長く回さないと思うんですけど、例えば仲いい誰々ちゃんも一緒に撮ってあげようとかっていうのは絶対出てくるので、意外と長い時間回すことが増えてきます。ですので、バッテリーも予備がある方は予備も一緒に必ず充電をして持っていってください。続いて SD カードです。こちらも忘れずに持っていってください。これがないと撮影できません。で、最近のビデオカメラってカメラ内蔵のメモリがあるっていう機種も多くなってきてるんですけど、それでも私は絶対に SD カードを持っていくことをお勧めします。なぜなら内蔵のメモリが壊れてしまったらもう録画できなくなりますからね。まあ、機械物なんでいつ何時壊れるかって誰にもわからないと思うんですよ。で、もし内蔵が壊れても SD だったら撮影できるっていうこともあるんですね。なのでSD カードさえあれば、もし内蔵がダメになっても取れるっていうこともありますので、 SD カードは忘れずにご準備いただいた方が良いかと思います。で、 SD カードも予備を持っていた方が良いです。まあ、内蔵メモリー同様、この SD カードを1枚しか持っていかなくて壊れた時撮影できませんっていうのはもったいないので、必ず SD カードも予備をご準備ください。運動会撮影のために新しく SD カードを買うということもあると思います。買った場合必ず本番前にご自宅で開けて
カメラに入れてみて撮影ができるかどうかを確認してから持っていってください。それはなぜか、初期不良がたまにあります。そのたまにに当たるとちょっともったいないじゃないですか。なので必ず家で開けて録画をしてみて、あ、このカード取れるねっていうのを持ってってください。私も実はあったんですね、2、3回。でその時はもう予備を持ってってたんで全然問題なかったんですけど、ヒヤリとしました。なので、まあ、SD、 先ほど言った SD カードの予備もそうなんですけど、準備を万全にしていくことをお勧めします。で、あとこちらですね、こちらお掃除セットです。で運動会ってやっぱり外で撮影してますし、砂ぼこりが結構レンズについちゃうことがあるんです。そうすると、まあ、写りが悪くなるのもそうですし、ピントも合いづらくなったり、あと傷の原因になったりもしますので、お掃除セットも必ず持っていた方が良いと思います。でまずこれですね、このブラシ何に使うかというと、このレンズをこうお掃除するためのものです。で先ほど砂ぼこりがすごいって言いましたけれども、砂ぼこりがある状態で布だったりティッシュとかで拭いちゃうと、その部分は傷になっちゃうんですね。なので必ずこう汚れを落としてから拭くようにしてください。でこちらはブロワーと言います。握ると空気が出ます。こんな感じですね。でこれもこのブラシ同様、こう空気の勢いで砂ぼこりを取ってくれるアイテムです。 できれば、まあ、どっちかやればほぼ大丈夫なんですけど、できればブラシである程度ほこりを取ってから最終的に細かいのをブロワーで落とすっていう方が良いかと思います。それとあと布、まあ、メガネ拭きみたいなもんなんですけれども、できればレンズ専用のものを買った方が良いと思います。結構この布の粗さが違うので、粗いものだと逆にレンズを傷つける原因になってしまうので、できるだけレンズ専用のものをご購入ください。そしてこちらレンズティッシュっていうのもあります。これ何かというと、普通のティッシュでレンズを拭くと なんていうんですか、ね、ほこりというか粉粉してるやつというかがレンズについちゃうんですね。なのでこれはちょっと何ですかね、油取り紙みたいな材質になってまして、ほとんど汚れ、繊維みたいな汚れがつかずに綺麗にレンズを拭くことができます。はい、こちらのお掃除セットなんですけど、ネットで、レンズお掃除セット、レンズクリーニングセットとあって検索すると、まあ、1000円くらいからあります。この他にもウェットティッシュがついてたりすると、まあ、2000円とか3000円とかになってくるんですけど、この簡単な装備だけだったら1000円くらいでご購入いただけます。ちょっと検索してみてください。最後に番外編、これやったら撮影しやすいよなっていうアイテム一つご紹介します。こちらです。これ何なのよっていう話だと思うんですが、これカメラのモニターのフードです。外で撮影するときって、外明るいときですね、モニターが、このモニターが見えづらいって思ったことないですか？太陽の光にモニターの明るさはどうしても勝てないので見づらくなっちゃうんですけど、これをこうモニターに取り付けることでこんな感じになります。こうすることで外からの光をここ遮断できますので、モニターが見やすく撮影しやすくなります。ただ完全に遮断できるわけではないので、めちゃくちゃ見やすいわけではないんですけど、何もない状態よりかははるかに見やすく撮影ができます。これもネットでビデオカメラモニターフードって検索すれば2500円くらいから売ってるかなと思います。なのでご購入される際はご自宅のビデオカメラのモニターのサイズに合ったものをご購入ください。以上があったらいいものです。冒頭にもお話ししましたが、まだまだあったら取りやすいな、やりやすいなっていうものいっぱいあるんですけど、全部持っていくともう本当にお荷物になっちゃって大変なので、最低でもこれくらいは用意しておいた方が良いかなと思います。まだ夏休みもう少しありますので、運動会に向けて機材の準備、小物の準備をしてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。